俺の名前は高橋大輝。料理が趣味のどこにでもいる大学生だ。うぅ、寒い。よし、帰ってから今日はハンバーグでも作ろうかな。牛脂もゼラチンもあるから美味しいやつを。くしゃ。なんだ今の。くしゃ。あっちから聞こえるな。誰かいる。え、女の子？なんでこんなところに。何見てんのよ。偽物じゃないわよ。この子すごくボロボロだ。一体何があったんだろう。それにしてもどこかで見たことあるような。何よ、そんなに見ないでよ。っていうか、いい加減どっか行ってくれない？迷惑なんだけど。ずいぶん痩せてるけど、この髪にこの顔立ち。まさか君、笹瀬小由美さん？笹瀬小由美さん、彼女は俺の大学では超有名人だった。なぜなら彼女は社長令嬢でお金持ちで美人、そして大学で一番モテていたからだ。けれど有名なのは社長令嬢だからではなく、その性格、天上天下、唯我独尊とでも言うのだろうか。プライドが高く、自分以外を下に見ていることで有名だった。そんな彼女がここ1ヶ月全く大学に顔を見せなくなっていた。会社が倒産したとか夜逃げしたとか、いろいろ噂になってたけど、この様子じゃ噂じゃなくて本当だったみたいだ。あんた、いつまでここにいるつもりなの？そんなに人の不幸を見るのが好き？いや、そういうわけじゃ。だったらさっさとどっか行ってよ。でも君を放っておくわけには。あ、そう。あんたがどっか行かないなら私がどこかに。え、あっちょ。うわ、軽い、細っ。これまともにご飯食べてないんじゃ。話して。同情で優しくされるのが一番嫌なのよ。だから私にもう関わらないでよ。あのさ、俺料理するの好きなんだ。あ、いきなり何？君に食べてほしいんだ。美味しい料理を知ってるから、きっと舌も肥えてるだろうし、俺のご飯を評価してほしくて。だから俺の家に来てくれないかな。何言ってんのよ、そんな単純な言葉で釣られ。ちなみに今日はハンバーグだよ。ハンバーグ、材料も多めに買ったからね、お願い。しょうがないわね、そこまで言うなら家に行ってあげるわ。その後俺たちは一緒に帰宅した。体も冷えていたため、彼女にはまずお風呂に入ってもらった。ありがとう。うん、ごめんね服、それしかなくて。いいわよ、何も期待してな。ご飯できてるから食べようか。仕方ないわね、せっかくだから食べてあげるわ。言っとくけど、しょうがなくよ、しょうがなく食べてあげるんだから。はいはい、分かってるよ。本当に素直じゃないな。数分後。これあなたが全部作ったの？そうだけど。やるじゃない。これは全部食べていいの？どうぞどうぞ、いっぱい食べて。いただきます。どうかな。そうね、まあまあね、食べられなくはないから。九大天ってところかしら。やっぱり辛口コメント。でも作ってくれてありがとう。悪い子じゃないのかな。そういえば笹瀬さんはなんであんなところにいたの？それは今は言いたくない。そっか、じゃあこれからどうするの？とりあえず服が乾いたらここから出ていくわ。だからそれまではここに置いてくれるとありがたいんだけど。ちょっと待って、出ていくって当てはあるの？ないけど、借りを作りたくないのよ。あんたにお世話になるわけにもいかないでしょ。なるほど、じゃあ借りがなかったらいいんだよね。だったら笹瀬さんはここにいる代わりに家のことをしてくれないかな。借りを作るのが嫌ならここにいる間家事をしてほしいんだ。ご飯は俺、それ以外は笹瀬さんっていうのはどう？これで貸し借りはなしでしょ。なんであんたがそんな必死なのよ。だって女の子が危ない目に遭いそうなのを見過ごせないじゃん。お人よし。分かった、あんたがそう言うならそうしてあげる。感謝しなさいよ。ありがとう笹瀬さん。
そういえば、あんた名前は？俺は高橋大輝。大輝、ね。これからよろしくお願いするわ。うん。こうして笹瀬さんとの生活が始まった。笹瀬さんは俺が大学に行っている間、家のことをしてくれるということになっているのだが、元はお嬢様だしな。掃除して部屋が逆にぐちゃぐちゃになってなきゃいいけど。ただいま。え、俺の部屋ってこんな綺麗だっけ？どこもかしこもピカピカだ。おかえり。早かったわね。とりあえず一通り掃除しておいたから。結構見てないところ、ホコリが溜まってたわよ。気をつけないと火事の原因に。って、何よ。え、そんなにぼーっとして。掃除できるのがちょっと意外で。花嫁修行で一通りできるようになってるのよ。だから安心しなさい。それなのに俺は偏見持っちゃってたのはいけないな。うん、あとね。ん？ああいう本の隠し場所はベッドの下以外にしなさい。ああいう…あっ！見たの？ちゃんと直しておいたわよ。次からは見つからないようにしなさいよ。やらかした！こんなことがありつつも、俺と笹瀬さんは一緒に暮らし続けていた。一人じゃなく二人での日々は騒がしくも楽しい毎日だった。そしてあっという間に日は流れ、一緒に暮らし始めて2週間が経った頃、すっかり俺と笹瀬さんは打ち解けていた。喧嘩したり笑ったり泣いたり騒いだり、二人でいる時間はとても充実していた。そんな時間の中で見せてくれるコロコロ変わる表情やちょっとした気遣い、優しさ、彼女の様々なところに俺は惹かれていった。そんなある日。今日はオムライスなのね。他のが良かった？あなたの料理なら何でも美味しいから楽しみなだけ。何よ、そんなニヤニヤしちゃって。最初は旧大店だ、まあまあだとか言ってたのに。そっか、今じゃ俺の料理が美味しいのか。そっか。舌が慣れたのよ、それだけよ。そういうことにしておこうかな。何よ、大輝のくせに生意気なんだから。ふわふわオムライスにしないと許さないわよ。わかったわかった、卵はふわふわにするよ。ちょっとすみません。お、何ですか？そこのあなた、笹瀬小由美さんですよね。あなたに用があるので来ていただけませんか？やだ。おい待て、笹瀬さん、ちょ待て。ちょ大丈夫？っていうかあいつら何って、話してる場合じゃないね。ちょっとごめん。とりあえず家まで走るよ。それであれは一体？多分借金取り。え？きっと私を借金の方に売り飛ばすつもりなんだわ。そんな。私の家が会社を営んでたの知ってるでしょ？会社が倒産して他の親族を頼りたくても、父はもともと家を飛び出して起業してて、だから身内には全員縁切りされてるから頼れなかった。お母さんは？母は私を出産すると同時に亡くなったわ。それに母と父は駆け落ち同然で結婚してるの。だから私は母方のことは何も知らないのよ。笑えるくらいに惨めな転落人生でしょ。友達や私を好きだって言ってくれた男もみんな離れていった。結局最初から私じゃなくてお金持ちな私しか見てなかったのよ。ほんと笑っちゃう。だからあんたも笑ったっていいんだよ。笑わないよ。あ、苦労したんだね。もう大丈夫。何が大丈夫なのよ。だって俺がいたらあんな奴らからすぐ逃げられるよ。逃げるんだ、倒さないんだ。え、無理だよ、喧嘩強くないもん。だから一緒にどこまでも逃げよう、あいつらが追ってこなくなるまで。変なの。でもありがとう。お、誰だろう。はい、見つけたぞ。なんでここが。笹瀬小由美さんはここにいるな。お前何を。笹瀬さん逃げて。でも俺のことはいいから、大
大事な君を借金の方にさせはしない。私だって大事なあんたを見捨てて逃げられないわよ。借金の方？何の話だ？え？そう言ってその人はゆっくりと話し出した。どうやらこの人は笹瀬さんの母方の人間で、行方不明になっていた笹瀬さんを探していたらしい。祖父母は亡くなった娘の忘れ形見をどうにか助けてあげたいと思っていたようだ。だから懸命に探し、やっとの思いで見つけたんだとか。そういうわけで、私は借金取りじゃない。むしろ笹瀬小嫁さんの味方だ。そうだったんだ。というわけで改めまして、さあ行きましょう。お嬢様、旦那様と奥様がお待ちしています。でも行きなよ。家族はやっぱり一緒にいなきゃ。それにきっとおじい様やおばあ様も会いたがってるよ。私は笹瀬さん、俺は君に幸せになってほしいんだ。だからね。わかったわ、今までありがとう。これでよかったんだ。これ以上人の家の事情に土足で立ち入るわけにはいかないし、それに彼女には彼女の世界がある。これでよかったんだ。これで。それから数日後。お、笹瀬さん、よかった、無事に復学できたんだ。挨拶くらいしてもいいよね。笹瀬さん。笹瀬さん、どこに行ってたの？久しぶりだね。元気にしてた？心配してたんだよ。お、やっぱり笹瀬さんはモテるな。俺なんかじゃやっぱり釣り合わないよな。こうして笹瀬さんがいなくなってから数週間が経った。そんなある日。なんで笹瀬さんがここに？来ちゃいけないの？そういうわけじゃないけど。伝えたいことがあって来たのよ。伝えたいことって？好き。え？私はあんたが好き。最初は同情されてるんじゃないかって思った。優しさも私がかわいそうだからそうしてくれてるんだって。でも違った、大輝は純粋に優しくしてくれた。今まではステータスや容姿でしか私を見ない人ばかりだったのに、大輝のその優しさが嬉しかったの。どんどん好きになっていっちゃったの。笹瀬さん。ねえ、私大輝と一緒がいいよ。大輝は私のことどう思ってる？俺だって好きだよ、大好きだよ。笹瀬さんが大好きだ。じゃあ俺とこれからも一緒にいてください。うん。こうして俺と笹瀬さんは付き合うようになった。このことをきちんと笹瀬さんのおじい様とおばあ様のところに報告にも行った。反対されるかと緊張していたが、想像は真逆だった。君が小闇を守ってくれたという子か。小闇を助けてくれてありがとうね。これからも小闇のことをよろしく頼むわ。はい。認めてもらえてよかった。認められなかったら私が頭を下げてたわ。え、笹瀬さんが？何よ。ちょっとびっくりしただけ。だって私はもう大輝以外考えられないもん。だからこれからもよろしくね。もちろん。その後も俺たちは仲良く交際を続けた。そして数年後。ずっとずっとこの瞬間を待ってた。大輝とこうして一緒になれるのをずっと夢見てた。私今とっても幸せだよ。大輝、出会ってくれてありがとう。それはこっちのセリフだよ。小読み、ありがとう。愛してるよ。絶対に離さないから。私だって離してあげないんだから。愛してるわ大輝。これから先もどんな困難があっても二人でなら乗り越えていける。だってこんなにも愛し合う二人が一緒なのだから。見るです。もし時間があれば